ブチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。あれ、ダイソーってこんな色だったかしら。ビッグワのうちテント同じ敷地内にあるダイソーだね。古いお店だから緑色なのだ。ダイソーって店内撮影 OK なんだよ。だからいろいろ探しててちょっと変わったものを見つけたのだ。へえ、どんなもの？ドリンクコーナーにあったやけにカラフルな飲み物なのだ。4種の食感系ドリンクってあるわね。6月上旬に買ったんだけど、ずっと野菜室に入れっぱなしだったんだよね。なんで野菜室に入れたの？こんな気持ち悪そうなの飲めないじゃん。でもいつか飲まなきゃいけないから目の届かないところに入れておいたのだ。すごいわね。何このつぶつぶ。バジルシードドリンクって言うらしいよ。タイからの輸入品だって。なんでこんなの買っちゃったんだろうね。しまいっぱなしでよく飲む気になったわね。畑で夏野菜が取れ出して野菜室がいっぱいになってきたのだ。スペースを空けなきゃいけなくなったわけね。色や見た目も恐ろしいんだけど、すべて無果汁なのだ。バジルシードってハーブのバジル？バジルの種だね。水分を吸わせると30倍に膨らんで透明のゼリーっぽい膜を張るんだって。じゃあこの粒の周りの白っぽいのは人工物じゃないのね。とりあえず1本開けてみよっか。うちなるおっさん固まってるわよ。思考回路がショート寸前なんだね。後には引けないからグラスに注ぐね。ドロドロとしたものが出てきたわよ。バスクリンみたいな色なのだ。アニメで料理が下手っぴな子が作ったよくわからないものってあるじゃない。あれと同じ感じがするのだ。蛍光色ね。うわぁ、すごいね。いただきます。ご分を。大丈夫かしら。うえ、ダメだ。ぬめっとしていてつぶつぶが気持ち悪いのだ。甘くもなく酸っぱくもなく、すいうすいマスカット味。黒い種はジャキジャキした食感で妙な味と全く合わないのだ。食欲を減退させる科学的な色と匂い、どうしよう。褒めるところが全くないのだ。そんなにまずいの？まずいね。ごめんね、これは飲めないのだ。ギブアップなのだ。頑張れない。手の施しようがないのだ。そういうことで星評価は0だね。0。この後ツイッターで調べてみたら美味しいって人が結構いたから、僕には合わなかったのかもしれないね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。